先の町を守ってくれているのがアマロックです。母はお父ちゃんがうちのアマロックやと言います。お父ちゃん再婚することになりました。それを父の再婚相手は初めまして、相沢咲です。二十歳の美女。なんで夜によってお父ちゃんだ。お金もないし会社もないで。言うとくけどお前の方が邪魔もんやねんぞ。家族揃ってご飯食べようね。家族団らんや。あのガキどうせ団らんの感じもわからんくせに。優子ちゃんにお見合いの話持ってきて。私とあんたは赤の他人や。アホ、人生に起こることは何でも楽しめな。いつも一人やったからけど今は三人一緒やから。思い通りにいかない人生もロックに生きる。食うて寝たら大概のことはなんとかなるわ。アマロック。父ちゃんこの子黙らせてよ。何やねんその顔。